からマフラーした。これはテープで避けます。まあまあ綺麗だったね。まだまだちょっと磨くとこが乏しいので、今日はこんなもんで参りましょう。愛くるしい。そうだ、着たくなったんでちょっとスーツを今日着ていこうと思います。たまにはねスーツもいいよね。よし、今日はスーツね。タートルネックのスーツ。ではね、今日も全力投球でいきましょう。アリー Hey, hey, what the kind of desert world?今日はスーツで出勤です。出勤というか今日休みなんですけど、スーツが着たくなったので、ジェームズ・ボンド風にストライプのスーツにタートルネック、オーラリのタートルネックを合わせていきたいと思います。スーツの時にカバンが結構困るんですけどね、一応ちょっとこのマルンのカバンで行こうと思います。今日も頑張ろう。そしてパラブーツを朝磨いてツヤツヤピカピカになりました。ネイビーがクリーム塗って磨いたらかなり深くなったのでいい感じです。さて今中目黒なんですが、今からまた店舗の物件の方に、今日壁がねちょっと立つみたいで、壁が立つっていうか仮の壁みたいなのが立つようなので、それをチェックしに行きたいと思います。今日はですね、なんとなくスーツです。参りましょう。遅刻してます。ルーツトゥーブランチーズの突き当たりまっすぐ行ったところを左に曲がるとネームのお店があって、その隣ですね、このバーバーショップの地下になります。こちらです。工事が始まっております。開けてよ、うん、続いて飯を食うかどうか。
久しぶりの原宿です。しぼね原宿に行ってからフェニーチェっていうところでパンツを受け取りに行ってきます。しぼね原宿で今デンマークのフラマっていうインテリアのねブランドのポップアップがやってるんでそれに行ってきたいと思います。確かに広いですね。石っぽいそうですね。そうですね。他のものは本当化石っぽくよりなってますが。コースターをさっきのやつ買いました。ちょっと家でも使いたかったんで1500円だったんだけど7個買っちゃいました。さあ行こうかな、次の場所へ。でちょうど青山の方に行くので、なんか青山のパラブーツでタダで靴磨いてもらえるらしくて、朝磨いたんだけどどんぐらい違うか見ていきたいと思います。もう一回磨くっていうね。その前にフェニーチェクローゼットに行って裾直しお願いしてた靴、あとねパンツ取りに行きたいと思います。来たんでドルーク見ていきたいと思います。やってっかな、あれショックやってなかった。まだ1時からだから、ね、あと40分ある、やめとこう。ドルークやってなかったんで UA の本店でちょっと革靴とか見ていきたいと思います。ここ本当おしゃれなんだよね、建物が。 UA バーとかも夜はやってますね。飯食おうかな。 UA の本店の向かいにある UA バーでランチ食べます。
clouds. I'm calling it out. Living this life, I'm feeling this hype. Ooh, I'm flexing with my doobie in my pool. I'm smoking on that shit, it makes me cool. I'm drinking that tequila, I made it. Do I know how I got so thought? Losing my control. さあ、遊泳バー初めて行ったんですけどね、ランチもやってていいバーでした。そしてオムライスがめちゃくちゃうまかった。で、なんとね、そこで隣にいた遊泳のスタッフさんが元ブリーチの時の先輩のお客様で、またね、遊泳ユナイテッドアローズの方ともつながれて、今度ショッピング動画撮らせてもらえそうなのでね、すべてのショップを制覇できそうだなっていうところでございます。はい、定休日だったんで今日こそビューティフルピープルのねコーデュロイパンツを持ち帰ります。ビューティフルピープルのパンツのお直しが仕上がりました。これでパンツ紹介動画が作れます。青山に行きました。ちょっと小森行こうかな。せっかく青山来たんで小森行こうと思うんですけど、行ったらなんか買っちゃいそうで怖いです。自分が怖いです。ルメールです。スカート小森では何も買わずに済みました。ブラックモールスキンパンツが思ってたよりちょっと薄かったので、ちょっと保留にしたいと思います。近く寄ったんでオーラリーも見ときましょう。オーラリーちょっと SS も出てたかな、出てる SS じゃないのかな。ちょっとフットザコーチャーと別注のオーラリーの靴ブーツが良かったです。靴磨きに来ただけが青山ショッピングツアーになっちゃいました。続いて 1LDK 青山ホテルへ。あれ上がなくなったのかな。朝ね磨いてきたばっかりなんですが、ちょっとお店が混んでいたため靴を磨いてもらうことできなかったんですが、ホワイトのモジーンっていうね、ミカエルの原型となったプロトタイプとなったねモデルのホワイトがかなり良かったんですが、サイズがなくてちょっと検討したいと思います。めちゃくちゃ良かったです。白いレザーのシューズもいいね。ちょっとせっかくなんで JM ウエストも見ていきたいと思います。JM ウエストン履くのはただなんでね、行ってきたいと思います。買っちゃいそう。さあ今 JM ウエストン行ってきたんですが、めちゃくちゃ良かった。ね、ローファーとあとゴルフの、トリプルソールのものが最近出たみたいで、それがめちゃくちゃ良くて、ちょっと2つもこれいつか買いたいですね。今日はちょっと諦めたというか検討したいところなんですが、で対応してくれたスタッフの方がまさか
転職ブリッジの時の先輩のお客さん、また先輩のお客さんで、まさかの運命的なつながりがここでもありまして、その方でね、ちょっと今度買いに行きたいと思います。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントで買うかな。自分へのクリスマスプレゼントね、ジェームウェストンのローファーがまず欲しいですね。ショッピング動画撮ったコンフェクトに行ってきます。さあ、コンフェクトさん結構ね、いいのありましたね。また革靴に目がいっちゃいまして、サンダースのチェルシーブーツとエンダースヒモのローファーとかね、さっきウエストンのローファーが10万ぐらいだったんで、エンダースヒモのローファーが3万9000円が安く感じてしまいました。次に行きます。寒くなってきた。正面に向かってます。いつもブリッジの時はね、よく帰ってた帰り道なんで、懐かしい道です。とんかつでも食うか。これは何が違いますか？芋蓋と、ああ、なるほど、三元、なるほど。じゃあこっちの厚切りロースの 200g を定食にします。あ、定食ある。ご飯セットがね、別に300円なんですけど。そうか。じゃあそれと生ビール一つお願いします。はい、はい、ありがとうございます。さあ、今とんかつ食い終わって、今ここ池尻大橋なんで、ちょっとロビーに行ってロゴデザインの打ち合わせをちょっとしてから帰ろうと思います。軽く飲んでから帰ります。ロビーへ GO。 ブレンドラムチャイのホット、はい、さあ、ただいま帰ってまいりました。今日は一日スーツで過ごしてみたんですけども、たまにスーツ着るのもなんかジェームス・ボンドみたいになった気持ちになっていいですよね。ということでね、今日は帰りスタバで
Days をずっと読んでたんですけど、最高だね、あのサッカー漫画、感動する、とてもいいサッカー漫画に出会ってしまいました。ということでね、今日も最高の一日でした。明日からも全力投球で仕事を頑張りたいと思います。ということで皆さんも全力で頑張りましょう。ではおやすみなさい。アディー。